はい、速稼塾の久保でございます。現在全国各地で例のコロナウイルスの影響でですね、マスクが品枯れしたりとか売り切れしたりとか、まあなかなか売ってないよっていうね情報をテレビで見ることがあると思います。でインターネットで検索するとマスクは山ほど出てくるんですけども、まあ若干ね高いのかなという感じが見受けられますよね。まあ私ね恥ずかしながらマスクの値段を知らないんでですね、昨日50個1100円のセットのマスクがあったんですよね。ただ50個1100円だったら安いんじゃないかなと思ったら、いやそうじゃないんだと、50個300円とか500円とか600円で売ってるのが普通なんだよって言われて、あマスクって一つ10円とか10円しないような金額なんだなというふうにね、やっぱりこう社会から離れて隠居してるとこういった物の相場も分かんなくなるなというところなんですよね。特にマスクみたいなものは私束でドーンとね今買ってたんですよ。コストコに行って、コストコに行ったらマスクが束でありますんで、それを値段見ずにポーンと買ってからね、それからまあ放置しておくみたいな感じで必要に応じて買うみたいなことしたんで、ちょっとね全然分かんなくて恥ずかしい思いしたなってことなんですけども、そっかマスクって50枚セットでまあ500円前後なんですね。そうすると1枚っていうのが10円とか20円なんで、ドラッグストアに行って10円とか20円で販売してるってことなのかなと思ったんですけども、私ね実はね、まあ、ウォンズっていうところにねドラッグストアがあるんですけども、ちょっと見に行ったらマスクはあるんですよ。やっぱりでもマスク1個ちょっと丈夫そうなやつがね200円とか300円で売ってるんですよね。200円300円のマスクだったら私は安いのかなと思ったんですけども、あれはまあだから売れ残ってるっていう認識なんでしょうね。誰も200円300円だったら買わないよって話なんですよね。やっぱり10円とか20円で売ってるんだなと思って、まあ私もねちょっとこう全然分かってないなと思ったんですけども、今回ですねちょっと前置き長くなりましたけども、西アクラスの山根さんからいろんなお店にね、鳥取とか島根行って、ちょっとチェックしていただいたものがありますんで、これがね、本当にないんだなって思いました。で一部売れ残ってるのもあるけども値段は見えなかったんですけども、ちょっと高いやつが売れ残ってるんですよね。さすがに300円ぐらいマスクしたら世の中には買う人がもう急にいなくなるんだなっていうことで、まあまあね300円払ってもいいよって方しか今買えないのかなと。でインターネットで転売されてる分にはなんか何万円とかっていう値段で出してる人もいるらしいんですけども、さすがに1個300円でマスク売れないところにマスクをねある程度束にしたとしても万っていう金額がついたらそれは売れないだろうっていうのはね私も分かるんですよ。で数万円の マスクっていうのは結局売れないんで、それがね転売屋さんの在庫になって、しかも出品制限かかるところもあったりヤフオクでは出品できなかったりするわけですよね。そうなると今度はねマスクがさばけないっていう問題が出てきて、非常な勢いで値崩れをしてるみたいです。今はねおそらくアフィリエイトをしてる人とか私みたいなインフルエンサーにマスクを買いませんかって話がね来てる人がいると思うんですよ。まあ、私はちょっといらないんでいりませんよって言ってるんですけど、ただならくださいって言ってるんですけどね、やっぱり何千円かとかねで売りたいんでしょうね。値段はつけてきてるみたいです。まあ一切受け付けてないんですけども、自分で仕入れたら自分で売れってことなんですよね。それからねやっぱり、ね、マスクをね1枚300円で売っても鬼のように言われそうで、要するに目立つんですよねマスクを高く売ると。皆さん普段マスクの値段1個10円ぐらいって知ってるじゃないですか。じゃあそれを多分ね20円で売っても高いって言われるんですよ。っていうのが私が見つけたマスクっていうのは50個1100円ですから、これが高いって言われるんだったらもうほとんどの転売屋さんは嫌われながらもうリピートとか望めないと思うんですよ。だって商売ってリピートしないといけないのに、マスク1回売ってで嫌われて、しかもこのマスクが足りないっていうブームっていうのは本当に長く続かないですから。今メーカーが増産体制に入って店舗に並ぶとしたらビシッと並びますからね。それはもう本当に今月に並んじゃうんじゃないかなと思いますんで、そんなに心配することはないかなと思いますよね。あとなんか自分でマスクって作れますよね。買わないといけないっていう風なその先入観もちょっとね、どうなんかなと思うところがあります。その辺のものでタオルとかねハンカチとかで作れますし、作ったらタダじゃないですか。それこそ10円とか20円が高いって言ってる人に、じゃあ自分でマスク作ってこうやればいいじゃんって話になっちゃうんですよね。ということでいろいろ言いましたけども、山根さんのレポートがとにかくねすごく興味深いんで皆さんに見ていただきたいと思います。では動画説明欄から私のね今回の動画は私の愚痴というか私のね無知さがね本当に隠居してるんだなってことが分かっていただけると思います。これだけ分かんなくなります。私はマスクの値段が分かんないぐらい世の中のことが分かんなくなるんですよ。隠居するとこれが隠居の弊害ですよね。まあですんでね、
私が隠居してて私が喋ってることに共感するとしたら、多分共感してるあなたは社会でいろいろとね不具合を抱えてるのかもしれません。隠居の世界へいらっしゃいって感じですよね。さあ山根さんの動画説明欄からご覧ください。それでは失礼します。